この番組は北海道大雪山雪の水をお届けするロジネットジャパングループ札幌ツーンの提供でお送りします。皆さんこんばんは。こんばんは。11月24日火曜日の午後7時を回りました。キラキタ FM 札幌村ラジオのスタジオから生放送でお送りします。この番組はきらめく北海道からインターネットを通じて全国へ回信する参加型のバラエティ番組です。お相手は私山田大輔と海坊主と牧野玉でお送りします。ダナちゃんすいません、お休みをいただいておりますが、さっきねあの LINE でね、小樽も大変な雪みたいで。いますよ。小樽から来ましたよ。視界ゼロの状態から来ました。それさっき、はい、LINE で見たな。その情報。小樽すごかったですみたいですよね。ラジオ聴の方も分かっていただけるかと思いますけれども、はい、いや雪がね、はい、一気に降りました。いや昨日の夜までは全然雪がなかったのに、はい、もうこの一日でこんだけ積もりましたね。ねえ、札幌の積雪なんですけど、これ午後6時現在の積雪が22センチです。うん、20センチ以上降りました。はい、海坊さんがこれね、はい、朝からって言ってたけど、はい、本当そうなんですよ、はい、この記録上は午前5時に積雪1センチを記録してから、はい、徐々にその積雪が増えまして、今となっては22センチです。いやー元気ですか。皆さん ね外眺めて言ってますけど。やっぱりね、急に降ってるんで、まあ、体も心も慣れてないじゃないですか。うん、歩きづらいですしね、うん、気持ちもこんなに急に雪積もると思ってないんで、うん、大変ですよこれ。もっと徐々に積もってくれないと、うん、最近天気がド S ですっていう話をね、大好きたびたびしてますよ ね、うん、ド S すぎますよ本当に。そうだな、なんとかならないんですかこの気温もね、はい、午後6時現在札幌がプラスですけど 0.3 度です。はい、寒い。寒いよ。いやほんとねきついよ、いきなりは。きついっすよ。ついこの間までだってね、まだまあ、時間帯にもよりますけども気温が2桁ある時とかもあったりしたのに、うん、急にですよ。そうなんですよね。札幌村ラジオ東区ですけど、その前は今は雪は落ち着いているようでありますが、はい、札幌市内各地ではまだ強い雪が降っているという箇所もあるようです。はい、引き続き雪の状況をお気をつけいただきたいと思いますし、なんといっても車運転する方、路面状態が非常に悪くなっているのと、あちこちで渋滞になっています。はい、どうぞ気をつけて、そして焦らず運転をお願いをいたします。高速道路などでも今日は事故が大変多かった、うん、お気をつけいただきたいと思います。さあ、タイムラインどうですか。はい、オブヤンさん、銀平さん、日向影さん、フールハーミットさん、そしてイクスシンさん、こんばんはということで、こんばんは、ありがとうございます。全国各地からありがとうございます。日向影さんがね、はい、雪が降ったそうですねと、うん、であとお面の準備も手慣れてきて、ああ怖い怖いって、ダナちゃんのやつね、ダナちゃんのお面を、ね、をつけて、ね、かぶってね、やってますからね、マキのダナですってやってですけど ね、で、3週間前お邪魔した時は暖かかったのにもう雪ですか、うん、と言ってますね。ねえ、中谷さん。で、エクスチュニさんは、関東今日晴れでしたと、19度。明日からまた雨ですということで。うん。19度。関東もね、気温が乱高下しているようで、本当体調お気をつけくださいね。はい、で、エクスチュニさんついに冬ですかということでね。そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。インターネットの噂を見るには、ユーストリームあるいはツイキャスで配信中、カタカナでキラキタ、間に星マーク入れるといいですよ。キラ星マークキタと検索してみてください。今日のラインナップですが、はい、忘年会シーズンですね、あなたがオーダーするドリンクは
というテーマでお送りします。何かと飲食店に行く機会が増える時期、忘年会ですが、パーティーなどもね今はね多いでしょうね。女性の方はパーティーという感じでね、集まるということも多いんじゃないでしょうか。あなたがオーダーするドリンクを教えてください。今日このキラキタになんと2つのお店がオープンしています。おしゃれなドリンク勢ぞろいの海伊豆バー、はい、もう一つはパレードな居酒屋海明神。どちらかのお店を皆さんが指定してドリンクをオーダーしてみてください。これね、はい、おべやさんがどっちのお店にオーダーするのかを戸惑ってしまうのはなぜでしょう。これはね、どっちに来るすかね、海伊豆バーとね、バレードな居酒屋海明神。ありそうだな。もちろんどちらもっていう方もいいと思います。どっちもはしごしてください、はい、よかったはしごで、はい、メッセージこちらぜひご参加ください、はい、メールは813@札幌村.jp 813@札幌村.jp、 そしてタイムラインのコメント欄、ツイキャスもしくはユーストリームのコメント欄、お気軽に皆さんご参加ください。海ズバーか海明神どちらかを選んでドリンクをオーダーしてみてください。では1曲お届けしましょう。曲紹介お願いします。はい、私海坊主がドラムで所属するバンドマインドワーカーでアンダースタンド。アンダースタンドをお送りしました。この後オーダーするドリンクは、
FM 札幌メララジオキラキタお送りしております。改めてお相手は私山田大輔と海坊主と牧野棚でお送りしております。はい、はい、このコーナー一つの話題についてレギュラーメンバーとお聞きの皆様で一緒にトークをしていこうというコーナーです。今日のテーマこちら、忘年会シーズンあなたがオーダーするドリンクはでございます、はい、何かと飲食店に行く機会が増える時期、忘年会やパーティーなどであなたがオーダーするドリンク教えてください。今日はこのキラキタに2つのお店がオープンしています。おしゃれなドリンク勢ぞろいの海ズバー、もう一つはパレードな居酒屋海明神。どちらかのお店を指定してドリンクをオーダーしてみてください。メールタイムラインのコメント欄でお待ちしています。メールこちら813@札幌村.jp 813@札幌村.jp、 そしてタイムラインユーストリームツイキャスどちらかの方からですねコメント欄お書きください。お待ちしています。ですね、銀平さんが、はい、どっちのお店もぼったくられませんって言いますね。忘年会だけにね、そうですね、お店選びます、大事だね、大事ですね。残念ながらここね2軒しかありません、2軒しかありません、どちらかしか選ぶしかありません。そして日向垣さんが海明神の方が可能性高いですなって。どういうぼったくられる可能性のことですかねこれね。でクッシンさんがお店の飲み物いくらぐらいですかって聞きます。もう値段とかみんな、じゃあちょっとまずお店の紹介してもらいましょう。まずでは、おしゃれなドリンク勢ぞろいの海ーズバーから紹介していただきましょう。どうぞ、はい、ご指名ありがとうございます。海ぼです。海ーズバー、ちょっと待ってちょっと、はい、ちょっと一言インタビューしたいんですけど、はい、海ーズバーさんは何ですか、あの指名制なんですか。そうですね、やっぱり男性の方が来るの、男性も来ます、男性も来ます、指名して来るの、うん、なんか指名すると誰々って海坊主さんでお願いしたいんですけどって言うと隣に来るの、接客するの、隣に来るわけではなくてですね、ここあ違うの、お酒を作るスタッフ誰にしますか、うん、ということで、あそういう指名ね、あ分かりました、勘違いするところでした、ありがとうございます。どんなドリンクあるんですか。そうですね、各種120種類ぐらい、うん、取り揃えておりまして、おいくらぐらいって話なんですか。まあ、やはり、この忘年会シーズン、うん、まあ、リーズナブルなお値段の方がいいかと思いまして、はい、普通、まあ、ワンドリンク、まあ、オールドリンクすべて1杯500円、500円でございますけれども、飲み放題各種、そしてコース各種取り揃えております。海ぼです。今1分近く使いましたね。そんなすごい内容言ってないと思うんですけど。結構普通のこと言ってるはずなんですけど、1分近く今使ったんでびっくりしました。皆さんのオーダーする時間ないですね。パレードの居酒屋海明神さん行ってみましょう。どうも皆さん、海明神パレードです。見ての通りの居酒屋です。うちはですね、やっぱりですね、300円ですね、焼酎とかもそうですけれども、居酒屋にあるやつはおしゃれなの置いてませんので、結構タイムライン上では海明神の方がオーダー来てますけど、うちおしゃれなの置いてませんからね。はい、ということで、2つのお店がオープンしています。皆さんどちらを選んだんでしょうか。ではいきますか。はい、では日向影さんありがとうございます。なんか時間かかりますね。なんかカサカサ落としてるんですけど、これお店の何のれんかなんかですか。オーダー、ええ、麦焼酎濃いめの水割り。これなんですか、パレードな居酒屋の方なんですか。大丈夫、聞かったカサカサってのれんの音しか聞こえてないから。海明神の方ですよ。あーそうですか、はい、パレードな居酒屋海明神の方で、あーお客さん来たんだ、麦焼酎、はい、濃いめの水割りでございます。おーいいね、麦はうち置いてますよ。あよかったよかった。麦ね、やっぱり焼酎にも芋か麦かみたいなとこありますけれども、ね、そうですね、うん、まず麦、日向かけさんは麦でございます。で濃いめなんですね。あ、そっかそっか、そういうオーダーもあるんだ、やっぱりね、濃さとか言ってもらえるとね、店側もすごい助かりますね、うん、海明神パレードさんはどうなんですかね、自分で飲まれる場合は濃い方好きですか、
私はね、そのお店だったりとか一緒に行く方によって買えますね。あー、そうですか。雰囲気とかもそうですしね。今の笑うところですか。雰囲気によって買えますよね。でもね、あの酔いたい時とかやっぱり濃いめのあとロックとかね、麦焼酎ですからね。次の方はどうですかね、はい、次のお客さん。薬味でもさ、また居酒屋海苗じゃん。ありがとうございます。あ、隣にいらっしゃった。お客さん、隣のテーブル。鬼殺しぬるかんで。鬼殺しっていうと、これはなんだっけ、あ、日本酒かな。日本酒だったっけ。パックとかでは見たことありますけれどもね、ぬるかん、ぬるめなんですね。あ、ぬるめの缶ってことね、そうですね、熱缶のぬるいバージョンでございますけど。あ、いいね。皆さん、ね、結構あ男らしいの行きますね。ねえ、居酒屋、ね、居酒屋海明神にはいいね。そうですね、居酒屋海明神にはこういうの置いてますからね。で、次のお客さんは、はい、フルハミットさん。はい、どちらかな。海明神の方ですね。あ、バレた。いや、人気ですね。繁盛してますね。繁盛してますよ。うん、スピリタス。スピリタス、これ聞いたことあるけれども、こんなおしゃれなのね、私のお店には置いてないですね。あ、じゃあちょっと隣にあるウィズバーさんでちょっとお出しみようか。ある？ご指名ありがとうございます。海坊です。あります。なんだっけ、もう一回。スピリタス。スピリタスあります。スピリタスありますね。ウィズバーやっと。あの、ちょっと出前なんですけど、はい、パレードの居酒屋っていうのは隣にあると思うんですよ。ちょっと入りにくいかもしれないんですけど、届けてもらっていいですか。フルハーミットさんってお客さんいらっしゃるんで。わかりました。私のウミズバーからちょっとね。お届けお願いします。お届けいたしますよ。よかったですね、フルハーミットさん。あ、そして、あ、ウミズバー入りましたよ。おお、隣にいらっしゃった。隣のカウンター、はい、ヤキミルムさん、ありがとうございます。オリジナルカクテル、うん。何？ブレイクヒップを。なんすかそれ。一服持って。なになになに、ブレイクヒップってあれですね、これきっと先週の私の海坊主のあのネタを引っ張ってくれてるんですね。ありがとうございます。お食事中の方申し訳ないんですけれども、先週の私お腹を下しまして、で、お尻からお腹を下しすぎて、お尻から変な音が出るようになったんですよ。それでブレイクヒップって言ってくれてですね、ありがとうございます。ご指名ありがとうございます。ブレイクヒップ。これをどんなカクテルよそれ。これはそうですね、茶色いでしょうね。飲んだ途端なんかお尻が刺激される感じだね。茶色いでしょうね。そしてね、なんだろうな、茶色くて下の方にもっと濃い茶色い沈殿があるんでしょうね。大丈夫かなそれ。あ、大部屋さん、ありがとうございます。居酒屋の方。やっぱりのれんの音だな、のれんの音。ガサッて聞こえる。これ私ちょっとこれ知らないお酒ですね。へいらっしゃいぐらい言えないの。へいらっしゃい。うちに置いてませんこれ。何何。ちょっとこれ調べますわ。なんていうの、このお酒知らないですね。うん、森林の森って書いて、伊藤さんの井って書いて蔵、森伊蔵。これ知ってます？そういうのあるの？森伊蔵、鹿児島県のお酒。ああ、なんか地酒とは違うのかな、どうなんだろうね。鹿児島県のお酒ですね。うんうんうん、そうなの。ありがとうございます。これ焼酎ですね。焼酎なんだ。ないね。パレードの居酒屋にはないね。鹿児島の、すいませんね。聞いてみる、海津バーにちょっと。海津バーのちょっとマスター。ご指名ありがとうございます。海坊です。なんかゼーゼーしてるけど大丈夫？森伊蔵ですね。なんか運動してんの。いや、私バーで、バーでやっぱりシェイクカシャ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 、シェイカーカシャカシャしてますからね。ちょっと運動してんだ。あ、なんかゼーゼーしてるからびっくりしょ。森伊蔵ありますよ。あるんだ。こういったマダムの方には森伊蔵出しています。そうなんだ。また隣に出せばいいですか。そうそう、隣にオペアさんってお客さんいらっしゃるから、ちょっと送り届けてください。パレードなね、居酒屋さん、海明神って品揃え悪いですね。なんでそれなのに繁盛してるのか分かりません。お店の雰囲気考えた方がいいんじゃないの。そうですね。
続いてどうですか、次のお客さん。あとですね、タイムライン上ではですね、居酒屋海明神の、お店の評判をいろいろ書いてるんですけど銀平さんが頼んでないものを請求されたり水に酒入れた薄いの出されるよとか、完全日向影さんが草に対して完全にぼったくりですなんて、もうだから一旦一杯目皆さん頼んだから居酒屋トークされてますね。ありました。エクスチェンジさん、ありがとうございます。居酒屋海明神の方ですね。エクスチェンジさん、ありがとうございます。まずね、居酒屋で占いやってますかって来てますけれども、1回500円です。有料なの？お金取りますね。ちょお願いしいですか、じゃあ。はい、占いね、してくれんでしょ。エクスチェンジさんの今後がどうなるか。500円請求されますよ。500円請求しますからね。ぼったくりますよ。今後のレシートに多分書いてますよ。占い500円。今後のエクスチェンジさんなんですが、旅に出ます。目的のない旅に出ます。エクスチェンジさんからのありがとうございます。ボジョレ・ヌーボー解禁しましたね、確かにね。でもね、うちにボジョレ置いてません。そっか、置いてませんね。解禁、うちの店では解禁してないです。こちらにもお客さんがいらっしゃってますね。はい、海妻さん、ご指名ありがとうございます。海妻です。これ読み方間違ったら大変なことになるよ。ラジオネームおもちゃさんっていうお客さん、ありがとうございます。オーダーで海ズバーに注文です。わかめ塩お願いします。これ読み方間違ったらちょっと大変なことになっちゃうんでね。ラジオだからね。そうですね。わかめ塩の方ですね。わかめ塩でいいんだよね。オーダーはね、わかめ塩の方でいいんですね。ね、当店取り扱っております。ただわかめ酒、酒じゃないよね。酒の方でいいんだよね。酒の方でいいですね。お酒の方だとちょっと当店取り扱ってないものになってますけど大丈夫ですね。ね、わかめ酒の方でいいですね。いいんだよね。日本酒ベースにちょっとわかめを入れた方でいいですか。ちょっとこれ以上掘り下げると危ないことになるんでちょっとやめておきましょうか。エクスチェンジさん、ありがとうございます。全部含めてどのくらいの請求来るのかな。ボトル1本100万円だろうなということで、これはお隣のあれですね、海明神さんのとこですね。ぼったくりの。はい、海明神パレードです。ボトル1本100万円は入れないですね。そもそも、うちそんな高いお酒置いてないんですよ。結構あれでしょ、安いお酒いっぱい入れて、でも請求額が高いんちゃう。コスパがね、コスパがちょっとあれなのかもしれない。全部薄いのに値段だけ高いんでしょ。300円、一杯300円は変わらないんですけれども、うん、本当に水ベースですね。ほら、基本なんて書いてあっても なぜか勝手に水割りになるっていうね。何を出してもね。っていうお店でございますけど。いやー、ということでね、はい、皆さんたくさんなんかぜいぜいしてますよ、ウォーさん。何でしょうね。なんで。銀平さん、来た来たお客さんが海ズバーの方ですね。おご指名ありがとうございます。マックシェイクのストロベリー。ポテトはいらん、酔ってねえよ、へえ、食ってきてますけれども。マックシェイクは申し訳ないですけども取り扱ってないですね。あ、じゃあ、マスターさ、はい、近くの、マックってとこあんで、マクドナルドですね。そこで、はい、オーダーしてきて。パシリですね。で、大部屋さんがこんな時間からいろいろ通ってきてますね。で、もうないから持ち込みますからということで、お隣のお店のことですね。海明神さんのことですね。チーズフライ早く持ってきてって。食べ物来た、食べ物オーダー。はい、お店にね、お酒そんな種類ないんですけどね、うん、チーズフライ、うん、チーズフライ、うちね、うん、おつまみ枝豆しかないです。やめろ。
やめちまえよく言われますうちお店あの立たじまえってよく言われるんですけどねなぜかでもお客さん皆さん来てくれるんでねあのまだ細々とやってますけどもよく言われます毎回言われますね常連さんにもね海津ばあさんに注文ですね来るなお客さん来るなご指名ありがとうございます海ぼですだんだんだマスターだんだん弱ってきたやつかなんかヘロヘロになってませんマスターどんだけ試合か振ってんのちょっとねあの皆さんやっぱりねすぐドリンクを出せるようにねお客さんいないのにだすぐ出せるようにね、うんやってますけれどもね、海津場卵とか売ってますかエクスチェンジさんあの卵その後にちゃんと卵かけご飯ありますかって来てますけども、うん、卵単品では売ってないですね一応うちバーなんでねただ卵かけご飯はやはりあの、うん、やっぱりお客様ね、はいうちに頼まれたら、まあ、近くでねやっぱり注文してうちに届けてもらったりとかあるんで、はい、卵かけご飯もお出ししますよマスター時間使いますね卵かけご飯出すかどうかの話今40秒くらい使ってますよマスター時間使うなあのお隣の海津坊さんのね海坊さんは時間使うの得意なんですねあの出るか出ないかだけで40秒も使うっていうラジオ向きじゃないあのマスターですね本当どっちも困るなで薬味郎さんが入り口別で中一緒の店コントって来てますけどちゃんと壁で区切られてますよ隣の店とで大森屋さんがこの店もう行かねえよって来てますけどなぜかね皆さんでも中毒性があるんですよこれねきっとねまた新年会でお会いしましょう皆さん今日は忘年会シーズンあなたがオーダーするドリンクはということでお送りしましたこの後コマーシャルの後はキラキタピックアップです北海道大雪山雪の水大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水ですお近くのスーパーや自動販売機で発売中北海道大雪山雪の水東牛乳パーク西上津もさあ伊藤さんぶつかったさっきかわすさっきかわす実況中継は牛乳パックで上津もで検索北海道大雪山雪の水大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水ですお近くのスーパーや自動販売機で発売中北海道大雪山雪の水キラキタFM 札幌村ラジオキラキタをお送りしております。いやなんだか怒涛の時間でしたねバタバタタイムライン上ではもうグダグダすぎるとかあーもうめちゃくちゃだとかって皆さんありがとうございます本当コントみたいになってましたねラジオコントってこうなるんですねこんな感じなんですねバタバタしててねバタバタとのれんの大人のか何なのかよくわかんないカサカサ聞こえるしね何なんですかねもうぐちゃぐちゃですねさあ、番組からのお知らせです。北海道大雪山雪の水飲んでますでしょうか皆さん、上川町の大雪山麓で採水された限りなくピュアで喉越しの良い天然水、採水から外気に触れることなく大山から得た美味しさを保ってボトリングしています。さあいきますよ皆さん、軟水と書いてみてくださいタイムライン上。いきますよ、北海道大雪山雪の水は癖のない軟水で、せーの、軟水。口当たりがよくて、すっきりとキレが良く爽やかな清涼感のある味わいです。まあ
もちろんお水としてね、あの水割りのお水としてぜひ、ね、いかがでしょうか、はい、多分パレードの居酒屋にあるかなこれ海津バーの方にはありそうですけどね。パレードの居酒屋はなんかもうあれだね、指でかき混ぜてそうですもん。ぬるい水道水出して指でぐるぐるなんかね雑な感じするよね多分ひどいけどそんな感じするな、なんかなね、はいって言ってジャンって指まだ入ってる状態やだな、やめちまえってやっぱり言われるだろうなもう行かねえよってみんなに言われる、ですがこのお水は素敵ですからね、そうですね、ぜひ北海道大雪山雪の水お選びいただきたいと思います。高度およそ67、飲みやすい軟水です。まあ、ぜひそうお酒のシーズンにもね、お酒に合わせお水としても使えると思いますのでぜひご利用ください。全国の方はインターネット販売もありますのでね、北海道大雪山雪の水で検索をしてみてください。以上キラキタピックアップお送りしました。この後は上相撲ニュースです。いつもとちょっと趣向を変えてお送りします。上相撲ニュース、FM 札幌村ラジオキラキタお送りしております。改めてお相手私山田大輔と海坊主でお送りしております。私どもが地域世代間交流をテーマに開催しています北海道初牛乳パックで紙相撲、全国の交流会や配送により集った力士が横綱を目指し戦うインターネットの実況中継、視聴者数は延べ20万人以上に上り全国の方にお楽しみいただいております。目指すは両国国技館大会です。その全国の力士が集う夢の本場所11月12月場所が行われておりまして、つい先ほど我々もね実況中継を行ってきたんですけれども、実況中継の中では大相撲さながらインタビューコーナーっていうのがあるんですよ、はい、ね、画面上でもまるで大相撲の中継のようなバックのね、うん、パネルなどあったりしてね、そうですね、そういったシーンがあります。これ女性にも非常に人気で、はい、楽しんでくださっているという声をいただいております。で今回からこのコーナーでその様子っていうのもちょっと、感じていただこうかと、この地上波のラジオでね、はい、感じていただこうかと思いまして、このコーナーでは実際に活躍する紙相撲力士をお迎えしてお話を伺おうと思います。さあ今日はスタジオに来ていただいたのがなんと横綱湘南の風関です。どうぞ。どうも皆さん、湘南の風ですだいぶマイク上げないとあれですね聞き取れなかったんですけどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。神奈川県出身、神奈川部屋の横綱湘南の風関、まあ、5連覇もう5場所連続優勝を果たしているという、まあ、牛乳パックで紙相撲界の中心の、ね、力士といってももう過言ではないわけですけれども、この湘南の風関まずはおめでとうございます。ありがとうございます。というのは、過去、まあ、2009年から始まっている牛乳パックで紙相撲の中で誰もが超えることができなかった連勝記録、16連勝を達成しました。しかもこれまだ継続中です。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ長きにわたって行っている牛乳パックで紙相撲の中で歴史の中で名を刻んだという今の気持ちをお聞かせください。そうですね、非常に湘南の風が吹いていると思います。連勝が、まあ、季節で言いますと夏7月8月場所の途中、まあ、8月に入ったところで連勝が始まりました。今この16連勝を達成した日というのは札幌は雪が積もっているわけですけれども、これだけ季節を超えているんですが、そのあたりはどうでしょう。そうですね、季節を超えるたびに私の色も少しずつ白から黒になっていってます。
あ、そんなことないですよ、白く見えますよ。ちょっと黄ばんできてます。こうやって年を取っていくんです。得意なのが押し相撲というわけでありますけれども、まあそのスタンスっていうのはずっと変わらずここまで来ていますね。そうですね、前に出て、そして私鼻がちょっと先っぽが飛び出てるので、この鼻で押していきますね。扇形のような感じのね、形をしているんですけれども、鼻が飛び出てるんですよね。私鼻で押します。鼻で押し込んでいくというスタイルを持っているんですけれども、まあ一つ一つ白星を並べていっているわけなんですけれども、まあここまで16連勝までいった、まあ、要因なんだと思いますか。そうですね、やっぱり皆さんの応援のおかげだと思います。神奈川県出身、神奈川部屋、まあ親方は当時作った当時はきっと小学生ぐらいだったんじゃないかなって、今ね、あの年数が経ってるんでね、うん、あれですけれどもね、成長した姿、親方に何て言いたいですか。そうですね、やっぱり私ここまで大きくなりましたと言いたいですね。ねえ、ラジオ番組にゲストで出るぐらい。そうですね、私ちょっと緊張しています。さあ、湘南の風関、この連勝どこまで行きそうですか、ご自身では。今場所もあと残り、5日間ですか。はい、この5日間全勝優勝していきたいので、はい、20連勝以上はしたいと思ってます。タイムラインで何かコメント来たりはしてますか。エクシティさんが、おめでとうございますと、16連勝誰が止めるのかなと、いうことでね。そしてヤキミリモさんが、はい、本場所中に横綱がラジオ出演、紙相撲だものということでね、ありがとうございますね。今までの記録は14連勝、これが3人の力士がね、はい、成し遂げたことがあるんですけれども、うん、それを一気に超えました、16連勝達成ということで、ではぜひね、これインターネットで全国にも流れています。神奈川県の皆さんに一言お願いします。まだまだ連勝続けていきますんで、よろしくお願いします。ぜひ湘南の風関のですね、相撲も、YouTube などでご覧になれますので見ていただきたいなというふうに思います。横綱ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで今日はインタビュー形式で牛乳パックで紙相撲ニュースをお送りしました。今後もね、実際に活躍している紙相撲力士をこのスタジオにお迎えして、牛乳パックで紙相撲の世界観をお伝えしていければというふうに思います。実際のインタビュールームのねシーンなんかもぜひ牛乳パックで紙相撲を実況中継でご覧ください。このところはおかげさまで、1日あたり500アクセスぐらいのね、カウントをいただいております、公式のサイト牛乳パックで紙相撲でぜひお確かめいただきたいと思います。以上、牛乳パックで紙相撲ニュースお送りしました。この後はあみだくじバトルロイヤルです。皆さんぜひご参加ください。戦う占い師マスクド海海、子供たちを笑顔にするために日々過酷な戦いに挑んでいる。本日のメインイベント全員参加あみだくじバトルロイヤルを行います。青コーナーよりマスクド海海選手の入場です。入場してまいりました。無冠のマスクド海海、このところはリングインをしつつもすぐにリングから弾き出されるという毎日が続いております。今リングインです。私の名前はマスクド海海。さあ、今日の私は弾き出されることなくいけるのかどうか。今日の私は二股をかけられる。どういうことでしょうか。今日は全員参加あみだくじバトルロイヤルです。ルール、リスナーの皆様参加型あみだくじゲーム、今からタイムラインまたはメールにあみだくじ5文字のうちのどれか1つの文字を動画配信サイトのコメント欄またはメールの本文に書いてみてください。あみだくじをたどった先に書いてあるポイントが最も大きい方が勝利です。なお今日はノンタイトルマッチ、チャンピオンベルト移動はありません。マスクドヤキミリモ選手がね、新チャンピオンになりました。4代目チャンピオン、ベルトが、届いたかと思います。ぜひこのチャンピオンベルト目指して来週以降いろんな選手たちがね、挑戦してくるかと思います。ぜひ
お気をつけください。皆さん、マスクド海海が狙っております。皆さん逃げてください。私が狙っているぞ。曲の間、動画配信サイトコメント欄に、あ、み、だ、く、じのいずれかを書きください。メールこちら、813@札幌村.jp、813@札幌村.jp、動画配信サイトご覧の方、コメント欄にご参加お待ちしています。では、1曲です。歌とカホンだけで作ったボカホンです。山田大輔ボーカル、カホン担当、ミボーズのボカホンでつながる。ララ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 、バラバラになったパズルも、めちゃくちゃにされた心も、肩を寄せ合い信じて一つずつつなぎ合おう。希望が見つからない夜、寄り添い支え合った、家族や友達じゃなくても人は分かり合える生き物だから、この胸に誇れるなら、泣きたくても明日へ誓った、ふるさとは取り戻せる、思いの数だけお互いを褒めるなら、いつでも自己犠牲貫いた、失ったものあるのに、見上げた青空つながってるよ、ララ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 、色忘れたこの街にも七色の虹はかかるよ、たどり着けない場所なんてどこもありはしないから、笑顔がこぼれてきたら奏でられるよメロディー、みんなが歌い踊れば海も花も星も答えてくれる、負けそうなことあったら一人じゃないこと思い出そう、僕たちはつながってる、思いの数だけ恐れることないから、踏み出せば明日が見えるよ、悲しみも勇気になる、絆は広がるかけがえないもの。皆さんご参加ありがとうございます。曲はボカホンでつながる、 YouTube で無料配信中です。検索の仕方は簡単、全部ひらがなでつながる、ちょっとスペース開けて海坊主で検索をしてみてください。さあ、いよいよこの後はあみだくじバトルロイヤルです。あみだくじバトルロイヤルエントリー締め切りとさせていただきます。リスナーの皆様全員参加型あみだくじゲームです。あみだくじをたどった先に書いてあるポイントが最も大きい方が勝利となります。なわけはノンタイトルマッチ、結果を問わずチャンピオンベルトの移動はございません。さあ、いよいよあみだくじバトルロイヤル、今日の勝者は一体誰か。全員参加あみだくじバトルロイヤルを行います。さあ、青を選んだ選手は誰でしょうか。フールハーミット選手。お一人ですね。はい。さあ、青を選んだ選手、マスクドフールハーミット。どうだ ?5 ポイント !5 ポイントこの瞬間、このバトルロイヤルは勝者は決まっています。あと、ヤキミリモ選手もそうですね。おマスクドヤキミリモ選手。はい。もう、あですね。では2人は確定ということになりそうですが、ミを選んだ選手がミはいません。ミはいらっしゃらない。ではダを選んだ選手がダを選んだ選手は
マスクド・オブ・ヤン選手とマスクド・エクスチェンジ選手。ではダを選んだ選手、マスクド・オブ・ヤン、マスクド・エクスチェンジ、どうだ、3ポイント、3ポイントです。ではクを選んだ選手いらっしゃいますか。クはマスクド・ギンペイ選手。マスクド・ギンペイ選手、クを選んだ選手、マスクド・ギンペイ、さあ全チャンピオン1ポイント、あと1ポイントです。どうしたんでしょうか、銀平選手ちょっと元気がありませんでした今日は。さあ字を選んだ選手は、マスクド日向影選手と私です。お、2人ですね。はい、では字を選んだ選手、マスクド日向影、マスクド海海、2ポイント、平凡ですあれ、マスクド日向影選手とあの海海選手ってなんかたまにタッグ組んでません足しても4ポイントなんか2人で一緒のとこ来るのがなんか多いイメージなんです、勝手に。そうじゃない、それでも足しても4ポイントでは最後、ミを選んだ選手どうでしたかね。ちょっとね、せっかくで一つだけだから見ていきましょう。4ポイント4ポイントということになっております。勝者マスクド焼きみりも、マスクドフルハーミット。そして去っていきましたマスクド海海は今日も平凡な結果に終わっております。結果的には、順位的にはこれ第5位ということになりましたなんとも平凡であります。いつになったらチャレンジできるのか、次回はあみだくじタイトルマッチです。どうぞお楽しみに。マスクド焼きみりも選手の初防衛戦となります。北海道札幌から実況生中継でお送りしました。北海道大雪山、雪の水、大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山、雪の水。牛乳パックで紙相撲、そんな相撲だ。東くん出る、東くんが出る、東くん出る、タッグを見せる、タッグを見せる、残した、東くんの音は、東くんの勝ち、東くんの勝ち。紙相撲がドラマチックに、全道各地の代表力士が集う夢の本場所。実況中継は牛乳パックで紙相撲で検索。北海道大雪山、雪の水。大雪山のふもとに眠る限りなくピュアでミネラルバランスの良い美味しい天然水です。お近くのスーパーや自動販売機で発売中。北海道大雪山、雪の水。この番組は北海道大雪山雪の水をお届けするロジネットジャパングループ札幌通運の提供でお送りしました。海明で関の占い、 FM 札幌メララジオキラキタお送りしております。海明神パレードさんによる占いコーナーです。お店も出したみたいな感じになってましたが大忙しのパレードさんです。どうも皆さん、ミミオジンパレードです。今日も明日から来週火曜日までの1週間占いますよ。カードは黒白赤青、黒白赤青パレードしながら選んでね、ご容赦に1パレード。さあ、まず黒を選んだあなた、黒を選んだあなたはパレードしながら信用をなくします。さあ、そして白を選んだあなた、パレードしながらわがままな行動をとります。さあ、そして赤を選んだあなた、パレードしながら誰かと対立します。さあ、そして青を選んだあなた、正気に戻ります。さあ、そしてこの雪がね、どれだけ積もるのかっていうのも占いたいと思いますけれども ね、はい、雪が今後どうなっていくのか、はい、良い恋愛をします。何まあ雪がたくさん降ることによってホワイトイルミネーションになって良い恋愛ができると。みんな、いや違います、パレードしながら雪が良い恋愛をしますってことはどんどん積もるんだなパレードしながら良い音をする。確かに注意しなきゃいけない点があるのでこの後お伝えしますが、パレードさん、あの一応本当にお店をオープンしているわけではございません一応真面目なことをお伝えしておきます海文人パレードの占いでした。はい、エンディングでございます
確かにね、あの居酒屋海坊主さんっていうのはありますからね。札幌にあるんですよ。札幌にありますから ね勘違いなさっても困るんでね。海坊主はありませんのでね、はい、あ、まあ、その居酒屋海坊主さんもね、あの、はい、ご迷惑をおかけしないようにお伝えすると、はい、あのここに出てる海坊主さんとは全く関係はございませんので、関係はございません伝えておかないと勘違いなさっちゃうから ね、はい、まあ、ちょっとでもね、あの、あ、そんな海坊主なんているんだっていう風に、はい、あの肯定的に思ってくれればいいんですけど、居酒屋さんの方がね。そうですね。どうでしょうかね。皆さんタイムラインまずはご参加ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとここでですね、一つさっきパレードさんが言ったことも含めてなんですけれども、はいはい、札幌村ラジオお天気情報の中で、はい、石狩尻別地方では25日の明け方まで大雪や吹雪による交通障害、うん、高波に25日にかけては湿り雪による電線着雪に注意してくださいということでありますのでね、さっきのねパレードさんの占いにもかかるんですけれども、うん、これお気をつけいただきたいというふうに思います。はい、はい、タイムラインの方はエクステンさん、関東明日明後日雨ですと、うん、で金曜から、晴れますと、うん、そろそろ関東も冬が来ますねということですね、うんうん、でようやく紅葉とかでしょ。でも関東街中はね、まあこれからね、まだまだね紅葉とか ね、いや、うん、ようやく色づいてきたなみたいな感じですよね、うんうん、でオブヤンさん、札幌駅を出たところにある居酒屋、あ、うん、そうです、そうなんです、あるんですよ、ね、そうなんです、よくご存知でねそうなんです。まあでもほんとね、やっとこの季節が来たなって感じですね。でもね、雪積もるの見るとねそうですね、冬が来たなというふうに思いますけれどもね、うん、なんか北海道の地酒ではそういえばね、雪坊主ってのもあるんでしょ、はい、そうですね、あ、地酒じゃねえか、あれ地酒違うな、ではない、違う商品だな、うん、豆腐だったっけ、なんかあるんですよ確か、うん、そうですね、地酒ではなかったはずねえ、そういうのがあったり、はいしますけど、海坊さんとは何ら関係ございません。私とは何ら関係がございません。たまに質問で来るもんですからね。海坊さんが作ってんですかみたいな。作ってないです。これね、もう私もないと迷惑かけてしまったらね、はい、そうですね。まあ肯定的に見てくれればいいんですけど、はい、そうですね、はい、それだとありがたいです。強く言っておきます。札幌はですね、明日は札幌村ラジオお天気情報によりますと、はい、晴れのち曇りですが、予想最高気温がプラスの2度、最高で2度か、最低気温が0度でございます。依然寒い状態続きます。午前中はまだ雪がね、降る箇所も多いみたいですので、うん、引き続きこれね、雪対策、そして雪かきなどもしなきゃいけないかもしれませんね、うん、場所によってはね、どうぞお気をつけいただきたいというふうに思います。皆さんご参加ありがとうございます。この後夜8時から FM 札幌村ラジオではラードマックスにお付き合いください。そしてユーストリームツイキャスでは、キラキタ反省会ございます。よかったらこちらもお付き合いください。この時間の相手は私山田大輔と海坊主でお送りしました。キラキタまた来週です。さよなら。